8月19日と20日に川崎市の宮前市民館で夏休み子ども遊びランドが開かれました。今回夏休みにさまざまな体験をしてもらおうと多くのブースが用意されました。こちらは実際にゴミを入れるとどういうふうに収集されるのかを観察できるスケルトンゴミ収集車のコーナーです。入り口近くでは1回100円で遊べるスーパーボールすくいや水鉄砲の的当てが行われました。取材したこの日は朝から猛暑ということもあり水鉄砲のブースに行列ができていました。また入り口では宮前区の PR キャラクター双子の仲良し兄弟メローとコスミンが子どもたちをお出迎え一緒に記念撮影をしていました。館内ではさまざまな遊びの体験ができ世界各地のゲームが体験できるボードゲームなどを楽しめました。特ににぎわっていたのは工作コーナー。大人に教えてもらいながら割り箸で鉄砲を作ったり手回しゴマ作りに取り組んでいました。割り箸鉄砲を作りました。楽しかったです。ボードゲームやりました。楽しかったです。ちょっと難しかったけど楽しかったです。射的とスーパーボールすくいをいっぱいできたので楽しかったです。缶バッジを作りました。面白いマシンがあってとてもびっくりしました。